対抗位戦日本プロ麻雀協会に所属してます丸山かな子です。よろしくお願いします。なる前から麻雀はしてるんですけど、大体 2,3 年前ぐらいから知人の紹介でアマチュアの人でも出れる競技麻雀の大会に出てたんですけど、そしたらなんかどんどんハマっちゃって、ワンデーの大会しか一般の人ってあんまり参加できないんで、リーグ戦に出たいなと思ってプロになりました。なんかバイトを探してた中で、ジャンソーのウェイトレスの仕事を見つけて、なんか面白そうと思って、休憩時間に裏にルールブックが置いてあって、なんだろうと思ってこう役を覚えて、でなんかネットマージャンとかでピコピコってやってたんですけど、あ、面白いって思って、そっからなんかちょっとずつ覚えて打つようになりました。さあ、最初なんかすごいキラキラしてるなと思って、すごいな、なんか私の知らない世界だって思ったんですけど、でなんか一番嬉しかったのが、麻雀覚えたんですっていうのを協会に所属してるエリカさんっていうエリカプロに言ったんですけど、そしたら全然もう何回か会ったことしかないのに、じゃあ一緒に打とうって言ってくれて、そこからもう5年ぐらい、その麻雀覚えたぐらいからエリカさん仲良くしてくれてて、すごいいい出会いがあったなんか職場でした。もうエリ協会の方も最近は知り合い増えたんですけど、エリカさんしかもともとは知り合いがいなくて、なんか麻雀やっていく中で、なんかよく通ってた雀荘、今もうなくなっちゃった雀荘があるんですけど、当時最高位戦に所属してた金沢美和プロっていうみーちゃんがやってるお店によく通っていて、でそこに結構最高位戦の人が来てたのかな、なんかやっぱり関わりある人がすごい最高位戦の人が多くて、それきっかけで入るなら最高位戦かなって思ってました。すごいですよね。あ、そうだ、谷翼さんと高校一緒なんです。CM の時に谷さんと一緒に仕事を初めてしたんですけど、その時に出身地の話になって、えみたいな、先輩だったってなって、なんだ、学校終わりに行く場所が一緒みたいな、なんか伊藤洋華堂の地下みたいな。あまりバースコだ。ワンデーの大会も結構空気感変わるなと思ってたんですけど、やっぱりリーグ戦が一番こうなんか求めてた緊張感っていうか、まあなんかここで打てて幸せみたいな気持ちになるのと、あとはでもすごいそこに対しての思い入れがどんどん強くなって、最近手とかしびれ出したり呼吸が苦しくなったりし始めたんで、もうちょっと気楽に打とうかなと思うんですけど、でもやっぱ一番やりたかったことがリーグ戦なんで、なんかそれが叶って今すごい楽しいです。 OL してるので基本は会社にいて、一応会社に対局とかは話をしてるので、対局を優先させたいですっていう相談をしてからプロになってるので、そういうのは相談しつつ、週末の空いてる時間とかは最高位戦っていう団体が結構好きな、なんか好きなんで、なんかできたらいいなと思ってリーグ戦の会場ばかりやってみたいとか、その CM 出てみたいとか、なんかいろいろせっかくプロになったし、なんか普段やらないことをできる範囲でやってみようと思って、今なんかできる限りなんかいろいろちょこちょこやってます。うちの会社に麻雀部があるんですけど、私入社してすぐ麻雀部の部長に任命されて
あ、麻雀部ってないんですかみたいなのふざけて質問したら、あ、じゃあ麻雀部今日作ろう、はい部長みたいな感じでできて今も稼働はしてるんですけど、その時にいきなり入社してその日に部長とかなんか主任とか結構役職が上の人といきなり麻雀して、でもそれきっかけで普通に喋れるようになったりとかっていうのがあったんで、あと今は社長とかとも麻雀した時はしたことあるんですけど、やっぱりなんか普段ちょっと話しづらいみたいな人でも麻雀返すとすごいコミュニケーション取れるというか、なんかすごいきっかけになるゲームだなと思うんで、なんか4人っていう人数もちょうどいいなと思うし、なんか1回麻雀打つと大体仲良くなれるゲームっていうなんかイメージがあるので、なんか麻雀って楽しいなって思います。なんか優しさが嫌味っぽくない人が好きです。優しい人はいっぱいいると思うんですけど、でもあこの人本当に優しい人っていうのと、なんかあ優しいけど裏表ってあるのかなっていう人と、なんかその人ってどういう人なのかなっていうところがすごい気になるんで、なんか根っこが優しそうな人、優しそうっていうか優しい人がいいです。どこでそれが見破るんですか？分かんないです、直感で。今プロに入ったばっかりで、すごいやっぱりプロになってみて、みんな麻雀に真剣な人が多いというか、今まで友達と打ってたりとか一人で打ちに来てたりとかするしてで、なんか分かるとか覚えたこと以上にいろんなこと考えてる打ってる人が多い環境に飛び込んで、すごいと思ったのがまず正直な気持ちで、やっぱり一つでも上のリーグに行きたいなと思いますし、タイトル取りたいなとか、こうなんか強い人の見えてる世界を見たいみたいな、そんな感じです。やっぱり見られてるところでいいとこ見せたいって気持ちにもなるんで、やっぱ勝ちたい気持ちあるんですけど、なんか変に自分を追い込むとなんか楽しく打てないのが一番嫌なので、できるだけリラックスしてこう楽しく勝てるように一生懸命頑張りたいなと思います。プロになってまだ日が浅いので、私のことを知らない人の方が多いと思うんですけれども、麻雀で活躍してたくさんの人に知ってもらえるといいなと思いますので、いいなと思ってくれた方は応援していただけると嬉しいです。